今日は佐倉のルームランプの電球を led に交換する動画となります。前後両方白い led に交換します。購入したものはこちらコルサというメーカーの sakura 専用 led ルームランプセットです。3280円でした。前後のルームランプセットと専用工具が付いています。専用工具はちょっと太いので、中くらいのマイナスドライバーにマスキングテープを巻きつけたものを準備してこれを使います。 まずマップランプからですカバーの助手席側に小さな切り欠きがあるのでそこにマイナスドライバーを差し込んで少しずつ力を入れていきます爪が入るくらい浮いたら両手でカバーを取り外せますそうしますと中の電球を固定している部分が出てきますこちら取り外す必要なかったのですが色々しくハックして取り外そうとしています 運転席側のレバーをグッとつまんだら簡単に外れましたなんてこったいせっかくここまで外したので助手席側から出ている電源コネクターも抜いて完全に分離させて交換しやすいようにしました豆電球は思い切り引っ張ると抜けます録画し忘れていきなり LED が2箇所ついています豆電球のついていたところにこの向きでコネクターを挿すと LED が点灯します 極性があるのでで注意です。他の2箇所も同様にソケットに LED を挿せば OK です LED を固定している部分についてははめ込んだらパコンとつきます本来はこの状態で豆球を引っこ抜いて LED に差し替えれば OK です点灯確認後 LED ランプ裏の両面テープのシールを剥がして固定しますこちらのランプ左右は切り欠きがあり 向きがあるので注意してくださいあとはカバーを上からはめ込んだら完了です綺麗な白い光で明るくなりました大満足ですラゲッジランプを取り外しますカバーの後席左側に切り欠きがあるのでそこにマイナスドライバーを差し込みます 今度こそ少しずつ力を入れながらカバーを浮かせていきます引っかかっている爪の部分をぐっと力を入れて外しますがラゲッジランプがつきっぱなしになっていたりするとかなり熱くなっているので注意です外れました 豆球の代わりに LED を取り付けますこれも極性がありますので注意ですこの向きは外れ差し替えて点灯を確認したら LED ランプの位置合わせをします裏の両面テープを剥がして取り付けますちょっと曲がっていますが気にしない カバーを取り付けて完了です。こちらも白く明るくなりましたということでマメ球を LED ランプに多分無事に交換することができましたやはり室内が白く明るくなるのは気分が変わって良いですまたマメ球より発熱が少なく消費電力も少ないということなのでバッテリー消費の軽減にも期待が持てますビビたるものだとは思いますがということでこちらの LED ルームランプ 専用設計ということで問題なくすんなり取り付けられて満足度高いですおすすめで桜のランプのカバーや端子の形は以前 LED ルームランプに交換したルークスのものと同じに見えますなので B40K デイズやルークス用のものが使えるかもしれませんしかし同じ明るさならばお値段あまり変わらないので専用設計の方が安心だと思いますでは 今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。では次の乗り物でお会いしましょう。さようなら。